はい、どうも、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら。はい、ドン。はい、カプセル。はい、モンスターボールじゃないよ似てるけどね。はい、これがガチャガチャで普通にこのまま出てくる形ですね。はい、まあパッと見何か全然わからないよね。これがね、ドン、ドンとね、はい、3つ、はい、3種類、まあ、これはね全3種類なんですけれども、これをね、実はガチャガチャやったんじゃなくて、もう3つ揃ってるのを購入したんです。はい、1回が500円って高いんでね、ダブったら致命的です。はい、怖くてね、ガチャには手出せないです。はい、なので、まあ普通に3種類揃ったやつを購入したんですが、ちょっとね ブックレットがねついてなかったんだよね。だからちょっと組み立て方が全く分かんないんだけど、ちょっと手探り状態でね、このまま組み立てていきたいと思います。はい、はい、まずねこの金色ゴールドが多いやつから組み立てていきたいと思います。すでにね、ビニール取ったらバラバラっと崩れましたね。はい、あ、ブックレットは中に入ってるのか。そっか、これは失礼しました。あ、書いてあるわ、よかった、組み立て方書いてあって、あ、これでもう分かっちゃいますね。はい、実は、マジンガー Z です。はい、インターナルストラクチャーカプセルという新シリーズですね。うん、まあ、ガンダムのね、やつと似てますね。多分ね、ガンダムのヘッドフィギュアと。なるほどね、組み立て方が書いてあるんだったら組み立てられますね。はい、じゃあこのまんまいっちゃいましょう。Thank you.
ということでね、いや結構なんだかんだ苦戦しましたけど、これは内部パーツ、内部フレームですね。はい、マジンガー Z の内部フレーム、これすごいね。なんかホログラムみたいになってるね。めっちゃよくできてる。これすっげえ綺麗。ふわ、ちょっとメカメカしくてね、いいね。しかもでけえ、これほんと20センチって書いてあったからね。いや、これすっごいな。はい、ということでまず内部フレームができました。じゃあ次ね、はい、次のパーツへ行きたいと思います。はい、続いてね、組み立てるのがこっちに、はい、なります。はい、バラバラバラ回ったパーツ多いなこれ。これはよいしょっと、はい、アウターボディ、はい、今度は、もう外装ですね。はい、内部フレームは作ったんで、次はこの外装に、組み立てていきたいと思います。
ということでね、アウターボディ完成しました。いや、めちゃくちゃもうパーツ数多いし、これ苦戦したな。なんかこれで合ってんのかなっていうのもあるしね。まあでもなんとか外装取り付け終わりました。アウターボディ、これはただこう乗せてるだけですね。本当ね。ね、これがパイルだ。いや、ちゃんとね、角度工事が乗ってるんですよ。いやー、再現度いいね。高いよ。で、これはね、ちゃんとね、こう、折りたたむことができる。いいね。で、ここのシールドもこう閉じれる。いや、細かい。すっげえこれ。ピューよいしょ。はい。ということで、はい。これでね、全3種。はい。完成しました。ではね、これら全部合体させます。はい。いや、これまた一苦労すんだろうな。一回またバラしてくっつけなきゃいけないんだろうな。はい。では、そっちも行っちゃいましょう。はい。はい。3体合体なんですけれども、一応ね、説明書がないんでね、公式サイト、そちらの方で説明書が、載ってます。はい、こんな感じでね、はい、3体でパーツで、これからがすごい。はい、一回バーしてまたこう組み立てて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 やっと完成っていうね。これはやばい。これは時間かかる。なので、
ごめんなさい、端折りますね。はい、もう完成後をお見せしたいと思います。はい、まあどんぐらい時間かかるんだろうな。はい、じゃあ頑張ります。ここで引くわけには。やっとね完成しました。いや、なんだなんだね、ちょっとね、取り付ける部分は、ご紹介できたかなとは思いますが、最後、はい、こちらパイルだ。はい、これをね、取り付けたいと思います。コックピットですね。
イルだ。おお。武器神。はい。ついに完成しました。パイルダーマジンガー Z。よいしょ。いやー、すげえ。でけえし、かっこいい。いや、もうでっか。これわかるかな、これ。一応これ、自分の iPhone7 Plus。はい。それよりでかい。うーわ、すごいね。あとなんかこう明るいやつつったらもう塩。はい、もう塩。はい、いや結構でっけえなー。いや20センチだからね、相当だよ。これで、まあ、500円ガチャで3つ揃えての完成形なんで1500円、まあ1000、ストレートに行けば1500円でこの携帯にできるということですよね。そう考えたらこれめっちゃクオリティいいですよ。これで普通になんか全身表現したら本当5、6万いくんちゃうかなっていうぐらいの出来。はい。ということでね、今回は、マジンガー Z、こちら紹介させていただきました。いやー、ほんとね、昭和時代に生まれし同士。はい。だったら共感できると思いますね、このかっこよさ。まあ、グレートマジンガーはあんま見てなかったな。マジンガー Z 再放送で見てたぐらいの世代ですね。はい。ということでね、いや、これは半端ないよ。ほんとね、自分ぐらいの世代の人だったらもうほんとおすすめの、ガチャガチャのフィギュアだと思います。はい。ということでね、最後は、また一回転させながらお別れしたいと思います。ぜひね、これを見て、よろしければ、ぜひね、グッドボタン、はい、押していただけるとありがたいです。あとね、チャンネル登録していただけるともっとありがたいです。はい。では、今日はこれにて、ご視聴どうもありがとうございました。鉛のような光放つ